どうもショッピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回もちょっと喋る系の動画になるんですけども、興味ある方がいたら最後まで聞いてくれたら嬉しいです。で、今回は僕が貯金節約をするために減らしていること4つシェアしたいと思います。で、結論から先に言っちゃうと、コーヒー代、あとサブスクリプション、ランチ、アルコール、これらの費用を減らしているっていうことなんです。で、今からちょっと一つずつシェアしていきたいと思いますので、興味がある方は最後まで聞いてくれたら嬉しいです。そう、もうすでに2回言っちゃいましたけどね。はい。で、まず一つ目のカフェ代なんですけども、多い時で1日カフェ代は1500円とか、言ってました。だし、このスタバに行って、なんか僕抹茶クリームフラペチーノが大好きなんですけども、そのクリームフラペチーノ飲んで、あとプラスちょっとお腹が空いたからって言って、なんかそこでサンドウィッチなんか買おうと思ったらですね、もう一気に1000円とかいっちゃうわけですよ。ってなると、やっぱ毎月、でしかもそれ毎日毎日やっていたわけなので、もうその時は月にカフェ代で3万円いってましたね。そう、まあ冗談抜きで年間30万は使ってたんじゃないかなっていうぐらい、僕はその時初代に住んでた時っていうのは、あの家賃は抑えてたんですけども、カフェ代がもうボン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 いってたっていう感じでした。そうで、ちょっとカフェ代かかりすぎだなというようなことで、その僕も教えてもらったので、そのコーヒー代はちょっとかなりあの大きい出費になっちゃうから、そのコーヒー代を減らしなさいと、家をカフェみたいにしなさいっていうふうに教えてもらって、じゃあその家を居心地のいい空間にするにはどうすればいいかな、だったり、その家をその仕事の集中できる空間にすればどうすればいいかなっていうことを、いろいろ環境をブラッシュアップをしていきました。今この物件にいる時っていうのは、なるべくその外に行って取引先にぐるぐる回ったりするんですけども、それが終わったらすぐに帰ってきて、もうダッシュで帰ってきて、この家で仕事をするってことをやってます。なので、今この物件に引っ越しをしてきてからは、気分転換でカフェを使うっていうことはあるんですけども、ただその、ノマドをしに行くってことはもういないですね。そう。なので、今も仕事はこの部分でやってますということで、カフェ代は1月に入って、今20日になりましたけども、まだカフェ代で2000円使ってないと思います。なので、僕が節約、貯金をするために減らしていること、1つ目はカフェ代です。はい。で、次2つ目なんですけども、サブスクリプションですね。そう、ネットでいろいろ調べていたら、サブスクリプションを管理するアプリっていうのがありまして、こういうやつなんですけど、毎月だいたいこういったものが出ていますと。今これ、見た時に家賃が10万円かかっていて、あとはその税理士さんに2万円だったり、毎月のコンサル代で3万5000円だったりっていうのはあるんですけども、そう、これはもう必要経費ですね。でも、このアプリで管理する前っていうのは、例えばヤフオクのアカウントが2個ダブっていて、そこで540円っていうのが発生していましたし、そう、意外とその忘れていた無駄な出費っていうのが、なんかその血がポタポタ垂れてるような感じで出てたんですよ。なので、あ、これはまずいと思って、そのサブスクを解除したりとか、っていうのはやりました。なので、節約のために僕が減らしていること、2つ目は無駄なサブスクリプションです。あ、なんか起きたみたいですね。はい、ということで、3つ目ですね。僕が節約のために減らしていること3つ目なんですけども、ランチ代です。ランチ代、まあ東京の場合だと思うんですけど、1000円ぐらいするんですよ。そう、ラーメン食べたり定食食べたりすると、1000円はしちゃうんですね。で、多い時だと1500円とかしてました。そう、ランチ代ってやっぱ高いですよね。ちょっとバカにできないなっていうのがあるので、そうっていうのは思ってました。俺が会社員の時、俺が会社員の時は、その食べてたよね、10万ぐらい。そう、毎月10万円会社員しながら、まず、そう、25万もらいながら、その毎月10万は必ず貯めるっていうふうにもう決めてたの、もう将来の投資のために。将来の投資のためにって思った。そう、将来のなんか絶対必要になるから、毎月10万は絶対貯めたいって、まあそこがあったかな。そう、もう絶対いろんなものを減らそうっていう気持ちだったね。日立は食堂なかったの？ああ、そう、日立は食堂があったんね。あるでしょ。そう、日立は食堂があって、そこに行けば毎回
やで500円とかで収まるのね、うん、そうだから食堂で収まるときはもう食堂でやってたんだけども、うんうん、例えば常駐先行ったりとかすると外に行ったりすると、うん、そこでそこの近くに ランチがあるから、うん、そうそうそう、まあ1000円とか1500円かかってますよと、うんうん、でそこはもう仕方なく出してたんだ。そこは仕方なく出してたかな。じゃあランチ代は削れてないってこと？ランチ代はその時は、うんうん、削れてなかったのね、うん、男のランチ代ね。そうそう、男のランチ代、男のランチ代が意外とねかかるのは見てて思う。私弁当作る人なんかいないでしょ、一人暮らし。いないいないいない。そういないからこそ、うん、それをやることに価値があるとは思うんだよね、うん、だから俺はランチ代を減らすために、うんうん、夕飯はなるべく自炊してたの。夜に作った分を、うん、あのお弁当に詰めて、でそれでこう食べて。あ、じゃあ昼作ってたってこと？昼もう持ってたってこと？毎日じゃないんだけど、うん、そうそうそう、週にどれぐらい？週に大体 2,3 はやってたかな。あ、じゃあ自炊やっぱ大きいんだね。うん、自炊はでかい。自炊偉いね。自炊はでかい。そう、じゃあ自炊はね、自炊。そう、でもあの先輩たちからなんか紐がられてたよ。なんかめん、なんでそんな女っぽいことやってんだみたいな、うん、で実際その先輩とか、うん、まあ、3つ目の先輩とかも、うん、なんかそんな行こうぜ行こうぜって言ってたんだけど、うん、その人は実際に貯金がもうほぼなかったの、うん、そうなかったのを見てたから、もう昼も夜も食べちゃって。そう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 、ね、昼も夜も食べてて、うん、ねえ、だからそういう先輩がいたから、そう、うん、そういう先輩にはなりたくないから、うん、俺はちゃんと節約したかったから、うん、そう、あいつは自炊するキャラだなみたいな、うん、っていうのは定着させていったっていう感じ。そしたら昼も夜もあんまり誘われなくなるの、うん、昼も夜も誘われなくなるね、うん、でも別にそれで人間関係が悪化するってことも、お、全然ない全然ない。なんか飲み、なんか一緒にご飯食べなきゃ仲良くならないっていうことは全然なくて、うん、あの仕事中にちゃんとコミュニケーション取って、うん、あの笑い取ってギャグかましたりすれば、うん、全然なんかそれでうまくいってたから仕事とかも、うんうん、ちゃんとそれよりも朝挨拶するとか、うんうん、あの退社するときはお疲れ様でしたありがとうございますって言ったりとかっていうことが、うん、大事だったな、うん、ランチ代はもう減らせると思った。うん、やっぱね、ちょっと都会の男性はね、結構お金かかっちゃうから。都会の男性はそう、お金かかっちゃうんですよ。そこは大きいかもしれないね。そう、うん、まあ、健康にも、そう、健康にもいいしね、いいし、うん、うん、それがまあ3つ目、その僕が会社の時に減らしたこと、ランチ代ですね、はい、で4つ目なんですけども、4つ目はアルコール代、まあ、飲み会代なんですよ。コンパ代は？コンパ代は、あ、俺コンパ代はしてない。そう、もう神に誓ってなんですけど、コンパ代はしてない。あの、なんか合コン行った記憶があるのは大学1年生の新刊だけみたいな感じなんですけど、そう、まあなので飲み会代は大体1回行くと5,000円で、それを週2回やっていたので週10,000円で、それを4回やってたのでやっぱ40,000円-50,000円というのは出てました。じゃあどうやって減らしたのかっていうと、毎週金曜日のその単純に金曜日だから飲もうぜ、なんかストレスを発散するために飲みに行こうぜっていう金曜日の飲み会に関してはちょっとずつなんか断り始めたんですよ。そう、どうやって断ったかっていうと、まあ実際それは僕もそう本当にやってたことなんでなんですけど、そのシステムエンジニアとしてこのオラクルマスターっていう資格を取りに行ってたんですよ。でそれ毎回こう仕事終わりに勉強してたんですけど、その金曜日の時もちょっとあのオラクルの勉強があるんでちょっとすいませんって言ったら、先輩は あそっか頑張れよって言ってあの普通に行っちゃったんですね。で、まあ、それで断り始めたんですけども、でも断ったからといって別に仕事がなんかスムーズじゃなくなっちゃうってことはあの幸いなかったので、 それからその金曜日の飲み会は、まあ、なくなっていきました。もうほぼほぼなくなってったって感じですね。そのお客さんとの飲み会はやっぱそこはしょうがないから行ってた、うん、行ってた、うん、そこはしょうがなかった。大事なところとバランスをとって、そうだね、大事なところではちゃんとお金は使ってたけども、うん、でもなんかそのただの飲み会、うん、ストレス発散の飲み会だったり、うん、あとはそのなんか同期の人と飲んで、うん、会社の愚痴を言ったりとか、うん、そういうマウント大会みたいな、そういったのはもう行かない、うん、
わざと、私は嘘つけないから本当にわざとに、うん、予定を入れてた。ああ、わざと歯医者を入れるとか。歯医者入れる、ああなるほどね。宅配を来るようにしとくとか。ああなるほどね、宅配を来るように、うん、今日中に絶対受け取らないといけない、うん、冷凍食品が届くから的な。あ、なるほど、冷凍食品届くから。そしたら罪悪感もないから。ああなるほど、決めるってことが大事だね。決めるっていう、そうだから、そのこの動画見てくれてる人で、そのいやとは言っても減らせないんだよっていう人もいると思うんですよね。そう、でもそこはあとは気持ちの問題かなっていうふうに思うんでこういう気持ちの問題かなっていうふうに思うんで、そう、まあまあ今回の動画で見て、あ、そのまあ僕も実際そのカフェ代と、あとサブスク代、あとはランチアルコール代は、そのまあ家賃はもう本当しょうがない、家賃はまあしょうがないというか、家賃もそうなんですけど、まあ、そこは本当4大出費というか、この家賃を含めたこの5つが本当に減らした方がいいよっていうふうに教えてもらって、ここさえ減らせればどんどん節約ができて、どんどん貯金ができるよっていうふうに教えてもらって、それを会社員の時から実践したので、うん、僕は本当にこれは効果があるんじゃないかなというふうに思ってます。なので、あとは気持ちの問題ということで、そう、まあ落ちどころはそこかなという感じですね。はい、ということで、まあ、今回のお話がちょっとでも参考になりましたと思った場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれれば大変嬉しく思います。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。まあちょっとこう、まあ言うのは簡単だけどもやるのは難しいということなんだけども、でもやっぱこうせっかくこの動画を見てくれてる人がね、こう身軽になってくれたりとか、節約できましたって、でどんどんあのやりたいことだったり好きなことにあのお金を使えるようになりましたって言ってくれたら、それはすごく嬉しいんで、そうなってほしいなっていう、そういう人を増やしたいなっていうふうに思ってるんで、そう、まあ、今回の人が話がちょっとでも響いてくれたら嬉しいなって思います。